1989年1月6日、富士スピードウェイ。この日吉村は今シーズンへ向けて89マシンのテストを開始した。88年の吉村は F1 クラスにおいて4年連続のチャンピオンの座をかけて戦い、敗れた。そして時間との、勝負です。レースの時間を変更するっていうことは不可能です。その時間までに自分が残された時間があれば、もう何かやはり失敗がないかということをずっとチェックしてる。それからそういう姿勢を見てライダーがやはりやる気を起こす。そういう2つの内と外の面からね、まあ残された時間は一生懸命やってるね。レーシングシーンの中で、勝利の闘水の中で、そして敗北感と飽くなき闘志の中で生まれた吉村イズム、パッション、テクノロジー、勝利、それが吉村の代名詞なのだから。